はじめまして、おはようございます。不明です。さあ、最後の戦いへと赴こうではないですか。どれくらいで終わるかな。レッツゴー。あ、アイテム整理かます。このインクリボンを預けて代わりにアイテム、回復アイテムを引き出しちゃいましょう。うん。キュキュスプレイ行くよ。まあ金のトンボを使ったらその空いた枠に回復アイテム入れてもいいっちゃいいんですけども、まあそこまでしなくても勝てるでしょう。そんなには強くなかった気がする。とにかく第一形態が厄介だったはず。どうしようかな。こっちでいいんだっけ。こっちでいいんだな。んでこっから右へ参りますって感じで、こっから正面まっすぐ走っていけばいいんだね。だよね。待って、ここ葉っぱあるの全然気づいてなかったんだけどまあいいさ、今更だ今更だ。しかしこのあれどこだっけ、さっきのマップか。敵が再配置されたってことは、最初の敵放置してた場合それが一旦全部消された上でまた新たに配置されるってことなのかな。一旦は無視してもよかったのかもしれない。いや狭いからな、無視はさすがに握手か。でこのくぼみに金のトンボ、ゴールド、ゴールデンドラゴンフライ、これじゃ。装備火炎だ。はい、いたね。あ、ちょっと待って、なんで上に撃ってるの。はあ、いや一発目は間違えて上撃っちゃったけどさ、あれナイフどうした。ナイフいらないだろって言って置いてきちゃったんだっけか。うーわ、無駄なことした。今これか、端末がある。ここから自爆装置の安全ロックを解除できるセキュリティカードを使います。はい、でここですよ、偉大なる始祖ベロニカさん。最後のコードはベロニカ。はい、タイトル回収いただきました。爆発まであと5分です。すべてのドアロックが解除されました。ちょっと速度の遅いグレネードじゃなく速度の速いボウガンに持ち替えましょう。マグナムはさすがに出てきてる。ベアブミはお前寄生虫かい。どうしよう、まさかの寄生タイプがここにいた。レア、いやレアだけど、いやこんなところで毒受けたくはないぞ。マップ移動したら取れるとかある？やったのね、当然だ。さあ早く脱出。じゃあ消えた。消えたね。はい、来ましたアレクシアさん。
Berkshire Ashfold。 どうするの兄さん。よし、あれを使う。合図と同時に右に回せ。わかったわ。1、2、3。エネルギー注入を開始します。注入終了後、自動的にセーフティーロックは解除されます。やつは俺が始末する。お前は先に行け。兄さん、でも。ここは俺に任せろ。行け。行くんだ。必ず来てね兄さん、絶対に死なないで。ところがここでクレアに狙いを定めるから、襲う前に一撃与えないとクレアが即死してしまうんですね。はい、これで第二形態へ行こう。さあ、最後の戦いを始めようじゃないか。行くよ、ご両親で行くよ。真ん中より端っこの方がいいかな。ミック。この謎の小型生物をね。大丈夫、体力まだ大丈夫。ああ、いやいや、一気に高所まで持ってかれた。まあいい。回復アイテム使うのは第二形態までだ。どうしよっかな。グレネードで行った方がいいかな。まだ、いや、当たりやすい下半身狙いでいくか。全部打ち尽くそう。まずはあと一発ん。ああ、ちょうど打ち尽くしで第三形態来ましたね。ここまで来るともう弾いらないんで、あとリニアランチャーをぶち当てるだけで終わるんで、もうこちらのものですよ。攻撃自体もそんな強くないですしね、第3形態には。これノーダメージで倒そうとすると大変なんだろうな。はい、充填完了。リニアランチャー、もうリニアランチャーでしか倒せないので、こうか、こうか。で、装備、体力はまだいける。黄色コーション、ここ開いた、いた。そこ、はい、 OK。そう、動きを先読みして当てないとね、避けられちゃうのよね。ただ先読みしてあげるとあんな感じで自分から突っ込んできてくれたりするので当てやすいです。へえ、いやー、今作も終わりました。兄さん早く来て。今作も終わりましたね。いやー、バイオハザード楽しいなー、やっぱり。あー、でん、兄さん、なんて顔してる。約束は必ず守るだろう。兄さん、
約束して。もうどこにも行かないって。すまないクレア、それはできない。まだ俺にはやり残したことがある。兄さん、まさか。そうだ、借りは返してやる。アンブレラを壊滅させてな。一気に肩をつけてやるぜ。ドゴーン。はい、ということでね、今作も見事に爆発落ちで終わりました。コードベロニカってこんな BGM だったんだっけ。ちょっと記憶がこんなだったっけ。まあまあいいや。ともあれ今作はこれにて終了となります。いやー、やはり今作はね、今までの作品に比べると長めでしたよね。パート数いくらまでいったっけ。まあいいや、後で確認するか。今作はね、前作ぐらいかな、バイオハザード2にて、クレアが、クリスがヨーロッパに飛ぶみたいな情報を得ていたので、それを追っかけて、追いかけていって、そこのアンブレラのビルでいいのかな、ビルにこう乗り込んで、ドンパチやらかして捕まっちゃったっていう話なんですよね。で、ドンパチやらかして捕まっちゃって、まあ、島に送られたんだけども、まあ、そこでね、ウェスカー率いる HCF の部隊がね、こう、Tウイルスをこうばらまいてね、島にね、ばらまいて、みんなゾンビになっちゃったってことでね、そこでロドリゴさんが、もうどうせ死ぬんだったらってことで、自分が捕まえたばっかりのクレアをね、こう逃がして、そこからお話が始まるわけですね。で、まあ、クレアがこっち来てからすぐにこうバイオハザードが発生したせいで、アルフレッドからはお前の仕業だろうみたいな感じで付け狙われることにはなったわけですが、これどのシーンだこれ。あ、南極基地か。あれ、ゾンビ軍だ。まあ付け狙われることにはなったわけですが、まあそのアルフレッド君をこう下してね、見事島から脱出するわけです。ところが脱出したらその戦闘機が操縦不能になって、どうやら外部から遠隔操作できるみたいでね、南極基地まで飛ばされてみたいな、そんな話で南極基地の探索が始まるわけですね。その頃ようやくクリスが到着って感じなんですが、まあそもそもクレアがね、半日ぐらいで脱出しちゃったっていうのがね、そう、レオンに連絡を取ってもらったんだけど、そもそもレオン側もクリスを探すのに時間かかっただろうし、そこからクリスが情報を得て12時間くらいでクリアか。情報を得て6バトルゲーム追加、情報を得てこうロックフォート島にたどり着くまでにも時間がかかっただろうし、ポンってことでね、むしろクレアが脱出するのが早すぎた。バトルゲームどうしよう。まあシナリオには関係ないんですが、途中で手に入るファイルだけ読んでいきますか。もう時間も余裕ありますしね。最初は3人か。どうしよっかな。で、このスティーブが、例の本編でモデルガン手に入れたでしょ。あれを手に入れてクリアすることで、このスティーブが使えるようになります。手に入れなかった場合、この、バトルゲーム自体では、出てこないので、
まあ本編もう一周することになりますね、全員出そうとすれば。じゃあとりあえずクレアでいっか、本編の主人公クレアで。ちょっとなんだっけ、ファイル、例のファイルのところまで行きます。そうだ、一人称視点もあるんだこれ。さてここです、この光ってるところ。確率にはなるんですが、どうだ、お、出てきた。ここね、強力な武器が入っている可能性もありますが、こうやってここでしか手に入らないファイルが手に入るわけです。 DIJ の日記、12月22日、叩きつけるようなスコールの中、俺が暮らすロックフォート島に赤い服の女が連れられてきた。一体彼女はどんなことをしたというのであろうか。長い間ここに暮らしているが、この刑務所に連れられた者は多く、生きたまま出ていく者はいない。12月27日、砲声と火炎、怒号の中で見慣れぬ兵士たちが武器を手に現れた。ロックフォートの主が敵対する組織に襲われたらしい。赤い服の女のことが気になり刑務所に駆けつけるが、すでにどこかに立ち去った後だった。赤い服の女は敵対組織に関係した人物だったのだろうか。軍事訓練所に向かう。ロックフォートの主が赤い服の女を執拗に追いかけていた。迂闊にも近づきすぎていた俺は、もう少しでシャッターの下敷きになり、あの世へ行くところだった。しかし持ち前の素早さで危機を逃れ、外へ出ることができた。俺以外のやつならこうはいくまい。自爆アナウンスと非常シグナルがロックフォートの最後を知らせた。すべてがあの女の仕業なのだろうか。俺は急いで脱出用の輸送機の格納庫に向かった。輸送機に向かう途中、フェンスを破って巨大な化け物が女の前に現れた。赤い服の女のことは気になったが、俺は構わず先を急いだ。爆発と吹き上げる火炎の中、俺たちを乗せた輸送機は飛び立った。その直後、あの巨大な化け物が輸送機に乗り込んできた。俺の命がけの協力もあって、赤い服の女は化け物を上空へと叩き落とした。全く大した女だ。彼女が通った後に残るものは何もない。まさにバルキリー、破壊の女神だ。命がけの協力って多分あれですかね、カタパルト、荷物を射出する装置が最初なんだ、ラグなしで最初から使えたのがそれだったんですかね。あれ一回使うごとに一定時間使えなくなるんですよ。なんてこった。輸送機の着いた先は氷に閉ざされた南極の輸送基地だ。その上、先発した輸送機の乗員が T ウイルスをばらまいて、すべてがゾンビ化した死者の世界になっている。こんなところでとても生きていけない。早く脱出の手段を見つけ出さなければならない。赤い服の女と別れ、何か役に立つものを探すため基地を探し始めた。暗がりの中で休息をしていると、何者かが近づいてきたようだ。やつはすぐそこに来ている。扉は閉ざされ、逃げ出すことができない。必死になって扉を叩き続けた。すると、突如扉が開かれた。俺は脇目も振らずに逃げ出した。しかし俺はチキンではない。絶対に。立ち止まり振り返ると、そこには赤い服の女が立って俺を見ていた。苦難の末、ホールから出てきた金髪のサングラスの男の後をつけた。俺は潜水艦に乗り込み、ここから逃げ出そうとしているようだ。男は潜水艦に乗り込み、ここから逃げ出そうとしているようだ。今がこの白い恐怖の大地から脱出する最後のチャンスに違いない。俺は潜水艦のハッチが閉まる直前、潜り込むことに成功した。死者の世界から解放され、欲望と権力の世界に戻ってきたのだ。DIJ。まあこの
今読んだ文章を頼りに DIJ が何者だったのかちょっと推理してみてくださいよそんな感じでは本作はこれにて終了とさせていただきます。ここまで本当にご視聴ありがとうございました。ではまたいずれ。じゃあね。